東郷寺は東京都府中市にある日蓮州の寺院。東郷平八郎の別荘跡に建立された。境内東側にある山門は荘厳かつ巨大なもので、2010年度の東京都選定歴史的建造物に指定されている。1940年に建立、設計者は著名な建築家、建築士屋の伊藤忠太である。後に黒沢明監督の映画、 羅生門に登場する門のモデルになったと言われる。映画に登場する羅生門は2階建てだが、2階部分を取り除けば、屋根の形状から石段の様子まで、統合寺三門と瓜二つである。府中掛け線の段丘を利用して造成されており、手前に急勾配の階段がある。三門の由来は、角脇の石碑に記されている。門前のしだれ桜門前に、 府中市の名木百選にあるしだれ桜の大木ほか、数本ある。日蓮州の総本山である、三の山駆動寺どらから苗を移植したもので、春には満開の花を咲かせる。木によって、開花の時期に若干ずれがあるが、ソメイ野シのより早く、3月下旬にはほぼ満開となる。府中市東部では、都営多摩霊園及び道南山道と並んで、代表的な桜の名所となっている。 テレビ等で何度も紹介されたため有名になり、見物客が年々増加。開花の季節になると、ネット上に多くの画像がアップロードされる。桜のほか階段上の境内には、梅の木などが植えられ、季節ごとの花を咲かせている。堺不審南部日、実南部港を通る。ありがとうございます。